あのね、猫ちゃんが一匹いなくなっちゃったみたいなの。え？一大事じゃん。それならすぐに手分けして探しましょう。そうね、どこかで動けなくなってたりでもしていたら大変だわ。のぞみさん、どんな猫ちゃんがいなくなっちゃったの？いなくなったのはこの子だよ。あ、この猫ちゃん、さっきキャットタワーで一緒に遊んだ子じゃない？うん、リボンのおもちゃで遊んでた子だね。では、この写真を手がかりにみんなで探しましょう。いた？ううん、こっちにはいなかった。私の方も見当たらないわ。ルビーの声ですわ。行ってみよう。ルビー、お姉ちゃん、この辺りを探してたらここのドアが開いてて。もし、ここから外に出ちゃってたら。うち、外を探してくる。待って、私も行くわ。ルビーも。ありがとう。小鳥ちゃん、アイちゃん、ダイヤさんは、念のためもう一度店内を探してもらってもいいかな。任せて。何かありましたら、メッセで連絡を取り合いましょう。では、もう一度店内を見て回りましょう。アイさんはあちらのおもちゃが置いてある場所を。小鳥さんは猫ちゃんとの触れ合いスペースをお願いできますか？任せて。うん。リボンの好きな黒猫ちゃん、いたら出てきてくださいな。おもちゃもありますわよ。一緒に遊びましょう。カフェスペースにはいないようですわね。どこに行ってしまったのでしょうか。